はいどうも、妖怪三国志国取りょうず今回もやっていきます。今回はね、久々にサーバー1のメインアカウントなんですけど、あと本番というか最後までどうなるか分かんないんですが、まあ一応ローテーションはね決まってて、まあ最後はね全部弾けるっていうところあるんですけど、一応ね今回も閻魔ガシャあるんで、超ガシャチケットは100枚以上残ってるんでね、はい、まあやってもいいかなっていうところでやっていきましょう。まあこっちはね、一応課金アカウントなんで、このお楽しみパス、いいね、サービス終了まで大サービスということで、これを本当は無課金赤で使いたいんだけど、もう買わしてくんないんだよね。で、今回やっぱ特攻がいるんでね、サーバー1の方でも、割とね、個人でね、250以内に入って、いるっていう状況ですね。初めてですね、共闘って今まで競争激しかった、まあもちろん体力のねやつを今使えないっていうのもあるんですけど、まあそれにしてもね、はい、こんなにいい順位なのかつて共闘でないなっていう感じですね。共闘ってそう500以内でもかなり個人的にはすごくて、今は体力がねの方でやらなくなっちゃったから、まあそれだから1000以内に入れたけど、もっと昔だとね、もう共闘がまだ緑の体力使えた時代とかは、あ、でも358位か。あら。あららら？この時同盟頑張ってたのかな？ドグシャッコの時まで、あら、そっか。あ、割と頑張ってたな。あ、まあすごいね、同盟8位とか入ってたんだな、昔。すごい、みんな頑張ってくれたんだな。いや、私がまだこれ自分の同盟の時じゃないかな。あ、でも6位なんて入れねえか。もう移籍、もう解散した後かな。もう忘れちゃった。懐かしいよね。最初の方の共闘なんて、75位台同盟ランク。あ、でも結構頑張ってんな。やっぱ自分の同盟だから頑張ってたのかな。そんなこと言って、今別に手抜いてるわけじゃないんだけど、あ、こうやって同盟ランク60位とかから、なんかね、少しずつね、そう、48位でしょ、1620位。こう少しずつね、上がってきて、もうなんか夏の風物詩のようにね、開幕して、最初だけ1位になるっていうね、なんかそんな懐かしい思い出がありますね。極土の子が、この時18位、極土の子俺ゲットできなかったんだよな。アメミキサーじゃなくて、なんだっけ、共闘パスが出なくてね。昔はただの運ゲーでしたね。250以内入んなきゃ、あ、5位に入ってってすごいね。すごいことだと思うな。もう移籍した後かな。ちょっと忘れちゃったけどね。はい。共闘再生リスト見ればわかるかな。再生リスト見ると必ずね、ランキング紹介してるんでね。はい。という感じでいきましょう。共闘懐かし話で。最後でもね、5.5 周年でぶっ放したいね。まあその前に7月11日で10周年っていうのが来るとは思うんですけど、妖怪ウォッチね、10周年。まあでもこれは、なんか来いって感じで。一応14連で転生確定なんで、これ一応小生確定。さあ、ジバニャン付きで、ここで来てくれたら転生2回。残念。紫竜なんで、小生かな。おっと、金カップからか。うわ、やべえ、ごめん、せっかくの楽しみが。ああ、神閻魔、なるほど。ちょっと押し方気をつけないと。じゃあこれで転生確定ですね。いきましょう。まあでもね、ジョカさんとか今インストール一生懸命してんな。まあどれがいいかな。このアカウント闇閻魔持ってないので、できたら闇閻魔、そしてデブッチョカイラかな。武王もね、よく考えたら後天地神魔しか持ってないな、この中で持ってんの。転生ノルカソルカ出たのはサブアカの方だからな。はい、なんでどれが出てもいいですね。デブッチョカイラ、あとストーリーがある妖怪の方がいいかもしれないですね。宝珠もらえるんでね。デブッチョカイラはだいぶ良くなりましたね。妖怪三国志のイベントが多分プニプニの次のイベント三国志なんじゃないかなっていうね、噂もあるので、はい、これで4枚かな。4枚回します。うりゃ、10連やった方が
2個来てくれる可能性あったかな。まあいいや。さあ誰でしょう、多分初ゲット系、高天寺シエムが来たらそれはそれで特攻が強くなる。あ、やっぱ10連すればよかったな、失敗。おお、ゴールデンの方来ました。ゴールデンコーディンドゥブババ、ゴールデン高天寺シエムは初ゲットですね。いいね、やったー、ヤッホー。いや、闇エマ欲しかったな。はい、という感じですね。まあ、一応これ、前回の私、プリチ、これメインアカウントの方なんですけど、まあ、メイン、こっちがメインなのかってあれなんですけどね。一応これ、あれ、プリチ消えた？あ、いや、あったあった。これね、回数は引き継いでるので、あと6回になってるし、勇ましのやつもね、あと6回みたいになってて、うん、まあ、イベントでね、14回引けるのかな、2週間だから。で、今後、徴用会合社が、まあ、最終日はね、9月28日の最終日まであるん で最後ね、オーラスで、今は、あ、ここじゃねえや。今はね、こんな感じで、開幕エンマゾーンになってますけど、7月6日から多分おそらく、5周年、5.5 周年イベント始まって、で、8月3日で終わって、で最後8月3日からはオーラスということで、5種類すべてでね、多分だよ、想像予想だと、毎日無料が、そう、5種類すべてに来ると思うので、はい、そこでまた転生ね、ゲットしまくりで終わることができたらいいなっていう感じかな。はい、というわけでゲットしたかったけど、まあいっか。あ、高天寺シーマってこれ3凸、あ、2500いっちゃうか。なんかもう前半戦ほとんど終わりそうなのに、高天寺シエンマいっちゃう。これでいける？うわ、めっちゃなくなった絆。いやほう、三突すごいな。なんか出たんだよね確か。で、こっちの方ですよ。ゴールデンの方はよいしょ、土妖怪なんだね。あ、今、あいつ土が苦手だからちょうどいいな。敵全体に必中火属性。あ、そっか。最近のエンマのよくあるパターンで、得意が風なのに必殺は火というね、これが踏襲されてまして、得意が土だけど必殺は火ですよっていうね。で、余計時 30%、睡眠強打、超睡眠。あ、超睡眠もやってくれんだ。で、あ、技封印たたりか。なるほどね。技封印でってことで、なんか最近技封印で限界と、なんか限界突破のスキル、誰かあったよね。あれ？最近技封印のスキルでってなんか、ダイボスオブウィスパーだっけ？違うね。あ、技封印受けたとき味方の予備上昇だ。これか。はい。という感じなんですけど、高天寺シエマはね、命中、あ、施設ダメージ 50% あるんだ。あ、これ国取りで使えるんだ。へえ。まあ私初心者じゃないのでね、もう嫁ってるエンマの方を使っちゃいますけど、これ嫁れる人はね、結構これで周回してもいいのかな。敵がお守りを使用した時打ち消しっていう、すごいいいじゃん。これ一突してもいいなって感じだけど、一突できないんだよな。取り付くに召喚封印、あ、技封印、封印、召喚封印って、これあれなんですね、上杉謙信にもなるんだ。しかもたたりもばらまいてくれて結構いいね。なるほど。はい。という感じで。いいんじゃないでしょうか。ちなみに、高天寺シエマはこれでポイントが、もう半分ぐらいイベントが終わっちゃってるけど、これで打ち消しガードを受けたとき、味方全体に超過後発動が来るので、これでかいね。打ち消しガードってほとんどの今、ボスっていうか、イベントボスでやるんで、今回もね、相手がやってくる、確実にやってくるので、これは歴史変わっちゃったね。はい。なんでこっちは施設ダメージ 40% なんだよね。なんですけど、はい、私はね、国取りでね、周回で使ってますね。なので嬉しいね。ゴールデンはちょっとどうなんでしょう、防衛に使うのかなね。高天寺シエマがそんなに強くなかったらあれでもよかったんだけど、はい、そんな感じで、ゴールデン高天寺シエマゲットでした。皆さんね、超ガシャチケットどうしますかね。よろしければコメントなどで教えてください。大辞典でも
揚力かな。まあでもとにかくバランス、あ、揚力ナンバーワンなんだ。いいね。揚力が3300までいくということで、2位が百鬼姫大凶か。なるほどね。はい、そんな感じで。イラストはこんな感じ。なんかこれあれですね。あ、でもゴールデンじゃ出ないかな。妖怪三国志じゃなくて、妖怪落ちプニプニの方でね、最後、あるんじゃないかなということで。あー、でも命中アップもいいなということでね。はい。圧倒的なきらめきを放つ光天寺シエマが、その抜群のカリスマ性からゴールデンな輝きも得た。あまりにも眩しすぎて、三国志フィールド中、どこにいても彼を見つけられるというと。なるほどね。はい。これは、なんか、強いんだけど私あんま使わなさそうな感じ、使い切れない。とつると強いんだけどとつれないんだよねこれね。絆が使えないのか。絆解放どうなるんだろうねこれね、将来的にね。あるんかな、最後の1ヶ月やるんかな。ちょっとそこが気になるとこですかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょうかね。うん、やっぱりちょっとガシャは楽しいので、またね、確定来たら楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあ最後これで、でも共闘はこれでラン注意がね決まって A10 グループになれて、今度はねウィスパー祭りになると思うんでね、なんとかね最後まで A グループになれるよう頑張りたいと思います。はい、すいません。それではまたお会いしましょう。さよなら。ウィスパーも強いよな。ちなみにこっちのフラッグはかなり進んでますね。